腕に抱えてた紙袋が破れてラフランスが転がった不意なさよならなんて心の端っこから落ちた予測できないハプニング一部始終を眺めてた道の高地で冷静すぎたことがダメだったんだもっと感情的に僕が走れたらそうバスの時間に間に合った優しさとは何なんだろう君に駆け寄るたやさかそれとも明日の涙を一緒に拾うことか愛の意味との価値を僕は考えたけど答えが見つからなくて黙るしかなかった